おいどごはんの時間がやってきました。イエイイエイ。はい、今回はですね、千葉県千葉市杉田屋さんまでやってきました。はい、まあ、自分は2回目なんですけども、うん、あやちゃん初めてと。そうですね、うん、はい、うん、初潜入ということで、はい、あのすごく楽しみに、うん、あの行ってまいりました。はい、はい、行ってみましょう。はい、ゴー。じゃん、ラーメン杉田屋千葉店行きましょう。はい、
なんかね、私初めて食べたもので、はい、まあ比較というよりは、うん、なんていうのかな、お店の人の活気がそのままこうなんていうの、いっぱいになったっていう感じで、うん、若さがあった感じでしたかね、うん、そうですね、そういう印象はありました、うん、固めで食べたんですけども、はい、豚骨がね、思ったよりはそんなに強くはなかったんですけれども、うん、全体のバランス非常に食べやすい一杯でした、うん、確かに、うん、新杉田の、うん、杉田屋さん、はいはい、とはなんかキャラが違いますよね。違うよね、うん、そう思いますよ、うん、というかまあ自分の場合は2回訪問ということで、うん、まあその2回のコメントになってしまうんですけども、うん、新杉田の、杉田屋さんとは本当にキャラが違って、ライトのね、うん、家系ですよね。なんかね、自分は
まあ、結構回数は行ってるんですけど、はい、早朝、いわゆる朝5時と、あとまあ夕方ぐらいの時間と、はい、夜とでそれぞれまあ何回かずつ行ってるんですけど、はい、全体的に確かに美味しいとか言うように豚骨感とか、うん、もう濃度って感じではかなり、ね、あっさりです、うん、で時間によって自分は今まで行った経験だと、うん、朝一がかなりこう醤油が強くてっていう経験があったりするんですけど、うんうん、はいはい、どっちにしても今回はさっき調理風景も見てもらいましたけど、また作る人によって若干こうスープとか返しの感、返しの量は一緒のはずなんだけど、印象が違うなと思いました。今回一番自分はさっぱりして感じました。でね、まあ本当にここのお店のすごいところは、ひっきりなしにお客さんが来るってことですよね。あのね、本当それなんでさ、何がすごいかってお客さんが切れないのがね、朝5時でも夕方、いわゆるこう普通のファミレスとかだとアイドルタイムって言われるような、ああいう、スキーめな時間、でも夜遅くでもほぼ変わんないんだよ、それすごいなと思って、しかも店が多分直径の中で一番広いんじゃないかなっていうね。広いよね、広い、すごい広いでしょ、あのお店がいつも満席っていうのは本当すごいなと思いました。駅からも結構そこそこ遠いんだけどね、みんな車で来てね、いや すごいと思います本当には、はい。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。それでは、また。